小泉一のこちゃんというわけでお久しぶりでございます長野市議会議員の小泉一馬皆様の議員ですこいちゃんの皆さんご無沙汰でございますでねあの早速いきますけれども今週今月のお題か今月のお題は小泉一馬出版物発見 金でがっくりの巻でございます。で、何かっていうと、あの、小泉一馬もね、皆様に、主張を伝えたい。長野市政、市議会、こうなってるよっていうのを伝えたいっていうの、ま、いろんなことやっています。こうやってね、YouTube もやってるし、Facebook もやって Twitter もブログもやってるし、街頭演説もやってますけど、やっぱり紙ベースですよねっていうことで、作ったんです、これ。ね、これ。なんと、総刊第1号。 長野丸見え通信小泉和真ということでね作りましたこれね B4 番の大きさで作りまして今一生懸命ねまいているところでございますでこれが作ったんだけれどもあの新聞の折り込みみたいなやつだね金曜日とか土曜日にどさっと入ってきてこんなに入ってるよってでも見るのが楽しみな奥様のひそやかな楽しみなあの 新聞折り込みにこれ入れてちょっと奥様に見ていただこうかななんて思ってたんですがなんとダメダメダメどうしてもダメっていうことで折込広告上は白金処分を食らいました小泉一馬でございますでねあの小泉実はねそういう思い前,前っていうのはね去年の9月から10月あたりですよそういうことあったんですねで長野のこのこ辺はね。 折り込みやってる会社が一つでかいのがポーンとあって、そこがね、もう独占企業の独占体制。だからそこに頼まざるを得ないんです。だから非常にね、殿様商売です。<laughs> 偉そうって言ってもいいですかでね、その時も持ってってね、あ、これダメ、あれダメって言ってくれないんだけども、ここがダメって言われてもう全体的にダメだねみたいな話なんですよ。困ったなって、その時は、ね、もう諦めた。で、今回は、 あのネットのねプリントでネットのプリントであの審査を通すのもねそういう交渉も代理人としてやりますよそういうところがあったんでそこにお願いしてで電話したらね「いやあの駄目って時はねここがダメってはっきりあの言わせますから大丈夫ですよ大体そういうふうにやってますから」っていうことで「じゃあお願いしますね」と小泉和馬も「お願いしたんです」そうしたらねやっぱりそういう迂回してやっても頼むと先が同じだから。 やっぱりダメですでどこがダメかってなかなかやっぱり銀と同じで教えてくれないと。申し訳ないっていうことで「いやいやそれだってあなたそう言ったんだから私もお願いしたんだからもうちょっと頑張ってよ」って言ったらそれでもなんとか聞き出してくれてでね でまあ、広告基準ってあです折り込み広告取り扱い基準って何ですこれ業界のスタンダードがあってそこから、ね、引っ張ってきたんですけど、まあ、こっちの方はね移さないともいいです。ここを移すとどうなそうかってのは分かってしまうんで,でここにあるんですよね。で名誉毀損プライバシーの侵害信用毀損業務妨害となる恐れがある表現のものということでございましてこの中のプライバシー侵害にあたるところがあると。えっちちゃってたんだ知らないうちに どこなんですかって聞きました。ここですっていうのでね、ここなんですよね。黄色くなってますけども、まあ映らないよって言われたんで映らないと思いますが、読みますと、これね、有料化議案っていうのは、放課後子どもプランね、放課後子どもプラン、3月議会で取っちゃったんですよ。有料化って、1月2000円、代からも取るっていう、そういう議案があって、小泉一真は大反対したんだけれども、取っちゃったんですよね。 でその通した時にじゃあ賛成した議員はこの方ってだって賛成派の市民だって中にはいるはずでしょでその方のためにねアピールしてあげようと思って嘘ですけどアピールしてあげようと思って書いたんですよ有料化に賛成した議員公明党近藤真理子が始まってね、えー、親友会の三井です、ね、三井さんに至るまで全部書いたのそれがプライバシー違反だと。 広告会社はおっしゃるんです。どう思われますか？皆さん？議会がね。議会の議員が議場で俺それ賛成手挙げた。それプライバシー。誰にも言っちゃいけないよ。それが長野のスタンダードらしいんです。ま、小泉がね。もう最初付き合ってる時からね。なんかいい感じ。 じゃないんですよね向こうがありありと分かるんですよな、ね、な感じなのやっぱりねこの長野においては丸民党保守勢力じゃないければ人にあらずみたいな感じになってるのかな。っていうところがね小泉か雅さん今回の話聞いてるのこれ大丈夫なのかな長野市いや日本このままでいいの こともね、感じましただからね小泉今回はもう分かったともうそれでも印刷しろということで印刷書きました来 <laughs> ちゃいましただからこれをねだから折り込み以外の報告で折り,り込みってその長,長,長, <laughs> 長くて名前言っちゃいけないほこーね <laughs> それじゃなくてそれじゃない方法で何とかこれをね皆様のお手元にお届けする努力をしていかなければいけないで皆さんもね 小泉のやつってお発金なんだって発金の内容ってどんなものなんだご興味がありましたらね小泉一真までご一報ください、えー、電話番号090-9323-5132小泉一真メールアドレスとかねフェイスブックとかねツイッターでもいいですよ発金の丸見え遅れリクエストを待ちしてます